イペです。現在プノンペンに滞在しております。まあ、プノンペンでは先週選挙がございまして、その影響で、本日 50% の確率で暴動が起きるかもしれないから外出歩くなということを言われましたので、シアヌークビルという街へもう行ってしまおうと思います。まあね、以前の僕ならこう突撃してたんでしょうが、もう怖いです。もう怖いことはなるべくやりたくないので、シアヌークビルに逃げ込もうと思います。それではデレッチョ始まります。こちら、僕が滞在しておりましたキャピトル1のゲストハウスの下にキャピトル系列のレストランがございまして、でその奥にキャピトルツアーと旅行代理店があります。でここでしたらサイゴン、ホーチミン行きやバンコク行きもあります。あとシアヌークビル、プノンペン、あ、ここがプノンペンか、あとシェムリアップと、まあ、大体どこでも行けるチケットを買うことができます。ちなみに今回僕が買いましたこのシアヌークビル行きのチケットは結構本数出てますね。約5時間かけて2万リエル、約5ドルです。で、まあ、時間がありますんでちょっと売却のおっちゃんたちに今日のこと聞いてみましょう。今日は大丈夫なのかな。ハロー、 Excuse meI heard today Phnom Penh is a little dangerous. Is it right? Phnom Penh. Phnom Penh dangerous today? No. No? What dangerous? Really? Is it not dangerous? No dangerous. Because of maybe election. Oh, election no problem. Come soon. No problem. Yeah, come soon. Government number number seven, good. Number seven, good. なるほど、Thank you very much. Yeah. No problem ということですね。さて、ちょっとバスチケットの確認をいたします。集合場所は、さっきのキャピトルワンの旅行代理店から徒歩20秒。こちらの、重たい。こちらの旅行代理店です。ハロー。Excuse me. This one, sir. This one. Thank you very much. はい、もうバス来てました。お、結構いい感じのバスですね。もっとボロボロのバスを想像しておりましたが、思わず快適な旅ができそうです。で、まあ、席も決まってますので、あ、ガラガラ、あ、ハロー、リさん、はい、OK、 よろしくお願いします。あ、それ水買っとこう。やっぱ5時間の旅なのでお腹が減るかもしれないのと、水は必須ですね。わー、なんかぬるそうですね、ここの水は。どうしよう、ちょっと行きつけの小売店に、こちらのお店のお水は多分冷たいです。あったあった、水1本25円です。ハロー、え？なんで？ OK、ありがとう。 One more? ダメ。 One more? ダメ。 OK? Not OK。 One more? You can buy this. You can buy. No。 まあ25円ですけど僕はおごらないです。あとはちょっとパンですね、小腹がすくと嫌なんで、またこれ買おう、チョコレートマフィン。2500。おお2500、いや1500、はい、1個ください。あ、ソリ、2500。はい、ありがとう。あら、違った、 Thank youありがとう。ありがとう。うわー、うまそう。ハロー。バナナか。バナナとあとちまきですね。あ、でもバスじゃとちょっと食べにくいな。Thank you. Hello, Pan.
フランスパンや。フランスパン買おう。ハロー。フランスパン。How much? 1000 リール。1000 25円。This one? Yeah, yes.ビリビリに破れてあとはあったはい OK Thank you Thank you very much Bye bye